はい、令和3年測量証試験合格者インタビューやっていきます。中山です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということでですね、よろしくお願いします。まずは今年の測量証試験合格本当におめでとうございました。はい、ありがとうございます。ではですね、合格者の方にですねインタビューをやっていこうと思います。はい、まずは自己紹介ということでお名前の方をお願いいたします。はい、中村ひろこと申します。はい、中村さん本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはですね中村様、測量司法試験を目指した理由、これ何でしょうか。はい、まあ、ずっと測量とは関係ない、うん、畑で仕事をしてきたんですけれども、はい、まあ、このコロナの2、3年のこの感じですとか、はい、自分の年齢も考えて将来をこう考えた時に、はい、地元で母方の実家が測量会社をやってまして、うんうん、そちらで働けるんだったらもう死ぬまでっていうのは大げさですけど長く働きたいなっていうふうに思いまして、まあ、そこで働いているおじの勧めで、うん、土地家屋調査士を目指したくて、うん、取りたくて、でその午前の免除で、なるほど、ある、測量司法の試験をまず合格しようと思って、うん、目指したのがきっかけです。なるほど。それでこのアガルートアカデミーをね、こう選んでいただいた理由っていうところに入るんですけど、私はね、はい、すごく記憶してるんですよ。あれは6月ぐらいですかね、はいはい、6月ぐらいです。そう、中村さんのね受講相談がございまして、はい、非常にこう印象的だったんですけど、はい、ね、はい、もう、はい、試験3ヶ月前ですね。そう、うん、3ヶ月前にこれどういう、ね、内容でしたっけ。はい、まあ、地下学調査士の勉強もしなきゃいけないし、うん、午前の部の勉強もあるし、ね、はい、測量司法も合格しなきゃいけないしっていうことで、うん、もう、でも午前の部じゃない、土地下学調査士の方の試験の勉強だけで、はい、もういっぱいいっぱいの毎日だったんですね、うん、はい、ですので測量司法の勉強を全くしてませんで、うん、気がついたら6月ぐらいだったと、うん、もうこれはまずい、誰かに教えてもらいたいっていう気持ちでアガルトの先生の方も持ってましたので。そうですよね、あれね、受講相談を、はい、させていただいて、これからでも間に合いますかって、ね、ということで、はい、そしたら大丈夫だということだったので、そう決めました、はい、いや本当にまあ、もちろんね、人によりますし、なるべくねこう計画的にね学習していただいた方がいいのは、まあもちろんなんですけども、でもまあお話聞く限りね、これだったらいけると私は思ったので、じゃあやってみましょうとね、言ったのが本当きっかけですよね。はい、うん、あれから、ね、それで力強いお言葉いただいて、はい、取り組めました。いや本当にね、非常に印象深い受講相談だったんですけど、で実際講座を受講してみていかがでしたでしょうか。はい、はい、まず先生が、パソコンの向こう側から熱心にお話をされるその姿勢にもう集中できましたし、まあ、そのなんか楽しそうにお話しされてたのがとても楽しくこちらも勉強できました。それともう一つは、まあ、テキストが本当にコンパクトで、机の上で広げるにしても外で外出するときにしても、うん、すごく勉強しやすくて、うん、よかったです。いやもう講師よし教材よしだったら相性いいね。相性よかったですね、はい、いや本当に、うん、はい、いや相性大事だね。あでこの日々の勉強のリズム方法や工夫というところを聞きたいんですけども、まあ、3ヶ月っていうですね、はい、短期スパンで、でもそれまでには、はい、一通りは学習されてたんですか。測量司法の勉強ですか、うん、はい、先生 の, 参考書の方をもう10月ぐらいから持っていて、
パラパラ見てはいたんですけれども、うん、その程度で、なるほどなるほど、本格的にというのは本当に、うんうんうん、あの6月ぐらいにテキストが届いたからってことになります、はいうんはい、じゃあそこから講義を見て過去問を解いてって感じですよね。はい、うん、そうですね、うん、はい、最終的に過去問、講義の方は必ず毎日、はい、毎日講義の方毎日、はい、講義を、まあ、1時間は必ず測量手法の勉強をしようと課しまして、うん、はい、続きました。あ、なるほど。だからまあ本当ね、すごい短期で1日1時間か、すごいですね。で、過去問は最終的にこう何週ぐらいできたんですか？過去問は3週ぐらいです、うんうんうん、あの、はい、チェックボックスに3つになっていますね、うん、3週するとどうですか？もうだいたい過去問はできるような感じでした？そうですね、うん、はい、過去問はできるようになりました、うん、あとあのあとは計算問題が、うん、あ、そう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 、うん、そこがもう測量手法は必須なので、うん、これが大問題でしたいやもうね、ちょっと重なっちゃったんですけど、僕もそれ聞こうと思っていて、あの測量手法試験って計算問題と文章問題で、まあ、近年は本当半々ぐらい出題されるので、計算問題って避けて通れないんですけど、うん、まあ結構ね、本当やったことない人からすると計算問題難しいですよね。難しいです。もう小数点が5桁6桁出てきて、それの掛け算っていう、いや本当よ、死んじゃう。いや本当よ、ね、でましてやそれをさ、筆算でね、はい、やるわけじゃないですか。これ、はい、どう対処されたんですか？あのもうそういう計算をしばらくやってなかったので、うんうん、小学生とか中学生の計算ドリルを使ってきて、あの筆算でメインでやってる人たちのね、本ね、こういうあのこれ用意しました。こういうめっちゃいいじゃんそれ。もう小数点の足し算掛け算とか、うん、いや割り算とかやってました。いや本当よ、あのね、あの5桁の掛け算とか出てくるじゃないですか。はいはい、まあ、もちろん測量手法試験って何て言うんですか、時間をかけても正確な答えを出す仕事なので、試験時間的にはかなり余裕があってね、はい、あのできるんですけど、うん、でもまず慣れてない時点で結構ね、結構本当に、はい、そうですね、うん、そうだから頭を鳴らしましたでも結果が出たわけですね。はい、うん、できましたね、はい、本試験も計算問題今年も半分ぐらい、計算問題出題は令和3年多かったんですけど、うん、ちゃんと取れたわけですね。できましたね、はい、うん、あと時間は全然余らなかったです。あ、本当最後までずっと見直したりとか、うん、あ、そっかそっか、見直しとかのね、うんうん、はい、もうなんか不安で自信があるのがなかなかなかった。なるほどなるほど、はい、いやそれで言う と、うん、合格した時の気持ちっていうことで、やってる間はもう本当あれですか、合格したなっていう気持ちはなかった感じですか？うん、まあ、危ないなと思いました。18問、はい、うん、取れるかなっていう気持ちで終わりましたね。なるほどなるほど、あのじゃあ合格を実感したタイミングってどのあたりだったんですか？うん、そうですね、あのやはりその試験の当日の夜の解答速報で、まあ、自分も答え控えてたので、うん、それを見ていけたと、22取れた。わあ、よかったです、よかったです、よかったです。はい、よかったです。あの合格発表の時の国土地理院のホームページに番号出るじゃないですか。あれってご覧になりました？はい、見ました。見ました、うん。見ましたけど、最初縦に見たので、そうなくて、そうよね。わあ、びっくりしました。嬉しかったです。でも落ち着いてみね、横から、はい、うん、ちゃんと終わって。うん、嬉しかったです。ああ、よかったです。はい。いや、はい、本当におめでとうございます。ありがとうございます。でもあれですね、まあ、ちょっと今後の展望にかぶってしまいますけど、その嬉しかった反面、ね、
操作士の方もってまた気持ちになりますよね、はい、そうです、はい、じゃあもう今後の展望というのはね、年は午前の部は免除になるので、うん、はい、はい、もう調査試験ですね、土地国調査士の、資格、はい、調査試験の、うん、午後の部の合格です、はい、合格を勝ち取って、土地国調査士になることです。わ、うん、かりました。またね、測量証とは違う、難しさありますけどもね、一緒にまた頑張ってね、あの応援させていただければと思いますので、はい、はい、ぜひ頑張ってください。はい、はい、頑張ります。はい、ではですね、これ皆様にお聞きしてるんですけれども、中村様にとってアガルートアカデミーとは何でしょうか。はい、中山先生と愉快な仲間たちじゃないんですけれども、うん、中山先生と真剣に勉強する人たちが集まる、うん、サークルみたいな。はあ、に思っています、はい、ありがとうございます。はい、はいはい、いいですね、はい、考えたんですはい、ではですね、これ最後になってしまうんですけれども、この動画を見ていただいているですね、はい、測量手法を受験を考えている方とか今勉強されている方、あるいはですね、本当中村さんと同じように調査士のために測量手法を受けて同学でやって今困っている方も、いろんな方がね、見ていただいているかと思うんですけども、うん、そんな受験生の皆様へ向けて、はい、合格者として最後にメッセージの方をお願いいたします。はい、本当に私の場合短い期間で何とか集中して取れたのも、うん、取れたんですけれども、いいテキストがあって、先生のその熱心な受講授業を受けることができて、うん、あと相談ですとか、うん、その質問も気軽に本当にしやすいような雰囲気のある先生や、うん、先生もちろんその学校の、うん、スタイルもそうなので、アガルトさんで勉強したら受かると思います、うん、頑張ってください。はい、ありがとうございます、うん、はい、ということでですね、この度は本当に測量証試験、合格おめでとうございました。ありがとうございました、はい、またね、新たなチャレンジ、続くかと思うんですけどもね、応援しておりますので、頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。本当にお世話になりました、はい、とんでもないです、こちらこそです、ではですね、合格者インタビューは以上となります。ありがとうございました。ありがとうございました。